ビクター・バレーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州のサンバーナディーの山脈の北、モハーベ砂漠にあるバレーである。大陸部アメリカ合衆国最大の軍である、サンバーナーディーの軍の中にあり、アンテロープバレーの東、クカモンガバレーの北に位置している。アメリカ合衆国で14番目に大きな都市圏である、インランドエンパイアに属している。法人化された都市は5つあり。 その中で最大は人口約10万人のビクタービルである。ビクタービルの中には法人化された町と都市が5つしかないが、他25の未編入地域社会がある。それらの人口を合わせると約35万人となり、アナハイムやベーカーズフィールドの人口より大きくなる。田園部の多い砂漠地帯の中でビクタービル周辺の半径十マイルの地域が最も人口密度が高い。 人口10万人以上の都市人口5万人以上の都市人口2万人以上の都市人口2万人以下の未編入地域社会化リコのゴーストタウン公共交通はビクターバレー交通局がビクターバレーの大半で運行しておりバースト地域交通がバーストとその周辺地域をカバーしているこの二つの運営母体は相互に乗り入れしてはいない アムトラックの列車サウスウェストチーフが1日に1便、ビクタービルとバース島で停車する。またアムトラックの高速バスが1日数便、運行されている。グレーハウンドのバスは、ビクタービルとバース島に停留所がある。エクスプレスウェストと呼ぶ高速鉄道の計画があり、ビクタービルとネバダ州ラスベガスを結ぶ予定である。ありがとうございます。